はい。こんにちは。レトスノのオーです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございますえ。今日も昨日に続いて、お客様からいただいたお悩み相談について回答させていただこうと思います。で、どういった内容だったかというと、捨て分野を教えてください。合格するには3割捨てられると思いますので、というような内容でした。 で、まあ、宅建試験っていうのは50問あって、まあ、35点ぐらい、えー、取れれば、まあ、合格ですよねまあ場合によっては38点とかっていうのもあるんですけども、まあ、35点だと仮定したら35点っていうのは7割ですよねなので、まあ、3割15問については捨てることができますよねこれを教えてくださいと、まあ、これ今回3割って話ですけれども、まあ、2割でも別にいいです捨てられる部分教えてください っていう話なんですけれども、結論から言うと分野ごとにえ、ステモン捨て分野を作るっていうのはやめた方がいいです。で、それはなぜかというところを解説していこうと思います。で、こちら分野ですね。権利関係宅建業法法令上の制限税、その他とあってまあ、それぞれ14問20問8問8問合計50問あります。と言った時にその年度によって。 難しい分分野、野簡単な分野って違うんですよで、すよ例えばある年ある年は権利関係難しかった宅建業法が簡単だった法令上の制限難しかった税その他簡単だった、まあ、こういった年がありましたとでこの年勉強している人権利関係と法令上の制限、まあ、この辺り捨ててきましたとでここで3割捨てましたと。 仮定しましまょうこの2つで3割、まあ、ちょっと具体的にどこを捨てたかっていうのは考えなくてもいいんですけども、まあ、ここで捨てたというのであればこれおそらく合格するんですこの場合はなぜかというとこの捨てた分野って難しいわけですよね難しいということは多くの方がこれ解けないんですだから捨てた人もこれ解けなくても問題ないじゃないですかだからこれ OK なんですよおそらくここちゃんと取れているここも取れているでここについても 難しかったけれども、まあ、解ける問題も多々あると思うんで、まあ、合格はしやすいと思うんですよねこう確実に取ってくるわけだから一方で次の年次の年はこうでした権利関係が簡簡単単法難難ししいい令上の制限簡単税も多分難しいこういった場合だったと仮定すると捨て分野は権利関係と法令上の制限で同じだったとしたら 簡単なところだったにもかかわらずここ捨てちゃってるわけだからこの簡単な問題が解けないってことになるんですでさらにこの難しいところここは集中して勉強してるわけですよね集中してこの2つは勉強しているけども難しいとやっぱり解けないんですよそうするとこれも解けない結果的に全体的に取れないってなっちゃって落ちちゃうんですね 実際、宅建試験っていうのは、もうどれだけやっても解けない問題、満点防止の問題っていうのが、うん、1割ぐらいはある,ある感じですね。まあ、5問ぐらいはあるんですよ。そういった問題はもう解けないじゃないですか。でそうすると、やはり、ちゃんと勉強していたとしても、解けない問題ってやっぱ出てくるんですね。なので、今言ったように、分野で捨て物を作るっていうのはやめた方がいいです。で、今は、大きい分野。 権利関係とか宅建業法って大きい分野でくくってるんですけどもちっちゃな分野でも同じなんですよ例えば権利関係について保証が苦手だったと仮定しましょう保証ですねまあ連帯保証も含めてだから連帯保証保証これもう全部捨てちゃいますっていう方いるんですでこれもやめた方がいいんですよ保証とか連帯保証でも何度か復習したらわかるものってあるじゃないですか そういったものは確実にやっぱ覚えてほしいんですよ。頭に入れてほしい。理解してほしいんですね。で、そうすれば、その簡単な問題が出た時に解けるわけですよ。もちろん、難しくて何度やっても分かんないっていう問題は、そういった問題は捨ててもいいんですけども、今言ったように、保証をっていう分野、こういったもので捨てちゃうってなると、簡単な部分、やったら分かる部分も捨てることになるので、それは避けた方がいいっていう話なんです。 だからとりあえず全部勉強して、ある程度全部勉強して、2週3週過去問とか繰り返しますよね。まあ3週ぐらいかな。3週ぐらいやって、やっぱりこの問題はもうわからない。調べても理解できない。もうそういう問題は捨ててもらっても全然構わないです。で、実際弊社の個別指導でも、2割は解けなくてもいいですよってお伝えしてるんですよ。つまり8割ですね。 弊社の過去問集であれば弊社の過去問集、8割解けるようにしていきましょう2割は分からなくても気にしなくてもいいですその解けない問題どんだけやっても分からないそういったところに時間かけるだけ無駄なんですよねであれば他の部分新しい問題やって新たな知識を入れていくってことをやっていった方のが、勉強時間に対すする効果って高いんですよ。例えば同じ1時間勉強したと仮定します人人の人は、 もう全然わからない問題をずっと調べ続けましたもう一人の人はそういった問題は捨ててこれまで解いたことがない新しい問題をまあ20問30問やりましたどっちの人がその1時間で知識増えてますかというと後者の方ですよね新しく20問30問やった人の方が知識は増えてます まあもちろん、一回二回復習しただければ、それだけで知識は上がらないんですけれども、伸びないんですけれども、まあそういった方っていうのは、そういったことを復習もするわけじゃないですか。なので、その復習も含めてや、これからもやっていくっていうことを考えて、そっちの方が実力上がりますよっていうことです。つまり、もう全然理解できない問題をじっくりずっと考えていたとしても、わからないのであれば、もうそれは時間が無駄ですよっていう話です。なので、まとめると、ンや というざっくりとした分野で捨てちゃうんじゃなくてもう何回やっても解けない理解できないっていう問題特定の問題特定のポイントこれを捨てるっていうのであればオッケーですよっていう話ですそして個別指導では効率的かつ効果的な勉強法を受講者様に実践していただくことで短期間で実力を上げていただけるようにしております もしあなたが今年の試験で絶対合格したいというのであれば是非個別指導をご検討いただければと思います個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの事講をお待ちしております宅券合格目指して一緒に頑張っていきましょう